それじゃあ、はい、オートマを堪能していきますよ。はい、よっしゃ。やるとどんな差があるかな。はい、はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はスバルの BRZ と GR の86、今ここに車ないけど、はい、これをね、2台、いや、4台乗り比べるんですよ。おー、何を乗り比べるかっていうと、86のマニュアル、うん、86のオートマ、うん、BRZ のマニュアル、うん、BRZ のオートマ、全部じゃないですか。そう、で今回はね、ここ袖ヶ浦のフォレストレースウェイに来てます。はい、この間トラストさんの GR86 は駐車場でちょろちょろと乗ったけど、はい、今回はガチで乗りますよ。おお、サーキットですね。そうで、なんかどうやら86と BRZ は味付けがだいぶ違うみたい。おお、じゃあ乗り味違うんですね。乗り味が違うらしい、うん、でじゃあどこが違うのか、果たしてその体感ができるのか、うん、あとはマニュアルとオートマでどんな差があるのか、おお、ちょっと詳しくレポートしてみたいと思いますよ。はい、で車両のレビュー、はい、これは86のレビューは、はい、こっちで、 BRZ のレビューは、はい、こっちで詳しく紹介しますんで、動画を見終わった後ちょっと車の詳細気になる人はそっちもチェックしてみてください。お願いします。でこれでもカラーが違うよ、前回とは。そうですね、ちょっと色が濃いよね。深い色になります。でもこのなんかイメージカラーと似てる気もするけど。おお、ほんとじゃんね。うん、ほんとじゃんね。はい、でこれはまたグレードもね、違いますね。そう、違うのだから、前確か18インチのホイール入ってたでしょ。はい、このグレードになると17インチですね。お、1個ちっちゃくなってる。うん、2154517。はい、であとパッと見の違い、グレードの違い、内装とか、あ、このシートとかもちょっと違うかもね。そうですね、ちょっとやっぱ比べないと分からないかもしれない。他の車がみんな出払っちゃってるね。そうですね、各1台ずつっていうことではい、まあ、あの今回は乗り比べということで、はい、はい、車のレビューはまたね違う動画で見ていただいて、さあ、いやドキドキしてきたな。やっと走れますね。やっと走れるな。よし、じゃあコースへゴー。はい、これ模型です。これ、はい、これ何の模型かっていうと、わかるかな、ホイール見て。こっちが BRZ のホイールがついて、こっちがトヨタのホイールついてるんです。はい、でこれはどういうことかっていうと、ここから半分のこっちがトヨタ GR86、はい、こっちがスバル BRZ なんですね。なるほど、ね、だからシートの色も違うよね。はい、その前に違いを説明する前に、ここに現行型のピストンと今回のピストンがあるんですよ。はい、大きさが違う。これ2リッター 2.4 リッター、わかる。はいはいはい、排気量が大きいからピストンも大きくなる、うん、で持つとちょっとやっぱこっちの方が重たい、やっぱり大きいだけあって、うんうん、でそうするとこう回転とかに支障が出るから、ここ肉を抜いてたり、なるほど、これなるべくこう軽くしたり、あとはもうコンロとパワー上がってる分強化したり、こういうところもねだいぶ違うと。でこれエンジンなのね。はい、でこのエンジンも完全新設計、お、何かのエンジンのベースとかじゃなくって、今までの現行がベースとかじゃないの、もう完全新設計らしいです。すごいな。はい、では BRZ と86の差ね、違い、まずフロント、はい、ここのサスペンション、ここ見てください。このサスペンションの付け根のここね、はい、色、はい、アルミの色しとるね。はいはい、でトヨタさんのやつは中鉄、うん、鉄なんですよ。はい、
DR ヘッドはアルミなんですね。しかも削り出し、ここ削ってあるだけか。ああ、ね、これはもう削らない。びっくりした、全部かと思ったよ。めっちゃ高い。で、あとはここのサスペンションのこの付け根のところも剛性を上げてる。ここですね、うん、で、あと BRZ と86でバネレードも違う。へえ、そうなんだ。フロントは BRZ の方が硬い。 BRZ の方が硬い。86の方が柔らかい。へえ。でも逆にリアは BRZ の方が柔らかい。お、86の方がリア硬いのね。へえ。リアは随分違う。はい、これリアです。はい、リア後ろから見た感じです。でこのサブフレームも、はい、あの肉厚が厚くなってるの。今までの現行のモデルより。そうなんだ。基本形一緒なの。パッと見たら、あ、いや、なんか一緒っぽいなって思うんだけど、うん、肉厚が変わってて、あと BRZ86 で味付けが違うのが、うん、まず見てください。ここぶった切られとるよね。そうですね、半分で、うん、これ本当は繋がっとるんだけど、これ径が違うからぶった切ってるんだ。なるほど。BRZ の方が細い。細い。86の方が太い。太いです。ところがじゃあ何、86の方がいいのって思いがちなんだけど、味付けが違う。例えばどういうことかっていうと、何でも硬くすりゃいいってもんじゃないから、ここを大きくしとるけど、86の場合はここの中のね、ゴムブッシュがある。このゴムブッシュを86の方が柔らかい。へー。ここ硬いけどここ柔らかい、うん、で BRZ はここ細いけどここが硬くなっとる。86より硬いんだ。そうなんだ。で僕らサーキット走るチューニングするときってよくこういうゴムブッシュを強化する。へえ。次このサスペンションのリアのバネね、はい、さっきも言ったようにこっちの方が細いんですよ。こっちの方が太い。86と BRZ で味付けが異なる。なるほど、はい、あとこのスタビライザーを固定してる方法も違うの、はい、この固定してるのがこのフレーム、このフレームにつながってここで固定されてるのがこれ、こっちないでしょ。そうですね。これはもうサブフレームにこのステイが出てる。スタビライザーがサブフレームとつながってるってこと、ね、そう、そういうこと。こっちはフレームとつながってる。つながってるのね。ここの違い、安定性が違いそうですね。まあ、うん、あのね、意外とじゃあこっちがいいのかって言ったらそうでもなくって、要するによさっき言ったようなバランスなの。もちろん、はい。それによって乗り味が変わるので、うん、それでその BRZ 乗ってるのと86乗ってるのとでコーナリング特性とかが変わってきたり乗り味が変わってきたりしてるんだよね。はい。はい、まずは現行の BRZ、 はい、はい、これオートマです。はい、では行ってきます。いらっしゃい。久しぶりの BRZ だよ。 OK。 ただ追い越し禁止だからね。そうですね。はい、それでは行ってみたいと思いますよ。これはね、今マニュアルモードになってます。で、これはね、本当にあの前僕が BRZ 乗ってたのもオートマなんですけど、本当にパドルで走るとすごくね、いい感じで走れるんですよ。まあ何がいい感じで走れるかっていうと、勝手にシフトアップされるとかそういうことがあるんですけど、これは本当にそういう意味ではないですね。さあ、まあ、お、よし、お、滑る滑る。
無理するとね滑るんだけど、あとはまあこれ2リッターのエンジンということでね、懐かしかったですよ。なるほど。後で感想言いますね。はい。次は BRZ 新型ね。すごい、バイザー上げて大丈夫です。次は新型 BRZ マニュアルです。はい、マニュアルだ。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。初めてだ、ワクワク。さあ、お、これは表示がこんな風に出るね。アクセルの踏み出しはマイルドな感じですね。ちょっとねオートマ乗った直後だったんで、あ、後ろから来た。お、でも速い、高回転が速いぞ。ちょっと後ろから車来たんで、音もいいな。これやっぱり2リッターと違って 2.4 リッターだけあってね、やっぱりトルクもあるし、高回転が伸びていく伸びていく速いです。お、これはギアがね思ったより出ない。車もいいよ、グリップする。ここもね高いスピードで曲がっていけるよ。これ全く違うよ。本当。ああ、次は何だろう。新型 BRZ のオートマになります。オートマだ。BRZ のオートマ。それじゃあ、はい、オートマを堪能していきますよ。はい、行ってらっしゃい。マニュアルとどんな差があるかな。はい。いや、あと気になるのはその走りの違いとか速さとか、ちょっとその最高速何キロ出るんだろうとか、あとはもうそのね足回りは多分一緒なんで、やっぱりそのマニュアルだからどれだけ、まあそのオートマだとロスがあるって言うじゃない、そういうところがどんな差があるのかをちょっと見てみたいですね。はい、じゃあ行きますよ。お、これはあのね、なんて言うんだろう、わかんない、まだわかんないんだけど、そのトルク感はね、むしろマニュアルより、マニュアルより速い？これもしかして。いやでもね、これオートマでも走れるよね全然。お、踏ん張る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 。
いぞ。おほとま、やばいなこれ。え、感覚がいいですか。ちょっとここが2にすんなり入って、ちょっと僕のやり方まずいかな。おーやだ、あやちゃん、うちに車が来たら楽しみだぞ。オートマ、おー、ほんとちゃんとね、データロガつけとるからね、正しい比較ができる。おー、楽しみです。じゃあ次は86。はい、これはオートマ。ちょちょちょ、はい、もう一回。これははいオートマ。オートマ、さっきオートマ乗ったばっかりだから違いが分かりやすいね。おー、分かりやすいですね。あ、これね、もう乗った瞬間今分かったのが、今アクセルまだちょろっとしかの踏んでないんだけど、グッとくるよこれ。これはちょっと、よし、こうはみ出し注意ってあ、これもパワフルだ。さあ86と BRZ、どんな差が出るんでしょうか。お、踏ん張るね、踏ん張るね。あ、なんとなしにこれリアが硬いっていうのが分かるな。結構ね、入り口のターンが86の方が頭がクッと入るような感じなんですね。あ、ちょっと滑った。あ、しくた、しくた。これ最終コーナー、よく曲がる。よし、いくよ。楽しい、めちゃくちゃ楽しいぞ。これはいけるね、これすごい。おお、踏ん張る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 。さあ、さあ、どうだ。これはまたね、やっぱり BRZ とまた違う味付けです。次は最後86のマニュアル、はい、行ってきます。最後の結果発表楽しみだね。そうですね。
さて、おお、おお、あのね、これ出だしがグッときて、で結構中回転ぐらいでフラットな感じになるんです。これはね、ECU の味付けが違うのが体感できますね。さあ、86のマニュアル。なんかパワフルな感じがするな。お、あのね、めちゃくちゃスライドコントロールがしやすい。本当かこれ、すごいな。お、これめちゃくちゃ滑ってもね、これほら、どうだ、これ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 、すごい楽しいんだけど、それ以上にこのスライドコントロールがめちゃくちゃ楽しいよ。全く怖くない。ほら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 、あのね、安定してるの。これこれはね、スポーツカーの楽しみをしっかり味わうことができますよ。ほらほら、あ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 、ダメだ。欲張った欲張った欲張ったよ欲張ったよ。欲張りすぎるとダメだ。ね、これあともう一周いけるかな。これで終わりのような気がする。最高速いきましょう。これ車につけたデタロがね、はいはい、もちろんこれは許可をもらってますよ、はい、つけても OK です。両面テープと、ね、養生テープで留めてもいい、 OK もらってやってます、はい、でこうやってね表が出るんです、うん、でこの表で細かくどこのポイントで何キロ出てるかも分かるのね、はい、で同じポイントで、まあ、ストレート、ここのストレートエンドのブレーキングポイントちょっと手前にしてますっていうのが、ブレーキングポイントだと若干やっぱりちょっと僕も人間なんでブレーキポイントそれぞれちょっと変わってくるから、ブレーキングポイントで合わせるとちょっと正確な差が出ないので、本当の同じところのポイントでちょっと測って見てみました。はい、はい、そうした場合にまず現行の BRZ のオートマと新型 BRZ の同じオートマで何キロ違うのか、これで排気量2リッターと 2.4 リッターの差が出るんじゃないかなと思って、ここの比較をまずやってみたいと思います、はい、現行 BRZ のオートマ 144.44 キロ、うん、はい、まあ、この数字はね、実際のメーター読みとは違うのが、これっていうのは GPS のデータなんで結構意外と正確なんです、うん、でスピードメーターっていうのは若干ちょっと高めに表示される傾向にあるんで、その僕はもうその動画の中で何キロ何キロ何キロって言ってる数字はあくまであっちはメーター読みの数字なんで、これとはちょっと差が出ると思います。こっちの方がむしろ低い、速度が落ちてるっていうか、うん、で BRZ
次の新型 BRZ のオートマ、153.79、 9キロも違います、うん、もう約10キロだね。すごい違いですね。すごい違いです。これが2リッターと 2.4 リッターの差ですね、うん、この短いこの限られたこの直線で10キロも差が出るっていうことはやっぱもう乗ってて誰でも体感できるレベルの速さになってると思います。はい、はい、それでは今回乗った新型の BRZ オートママニュアル、86のオートママニュアル、この4台でどれが一番速かったかっていう比較です。1位、 BRZ のマニュアル、お、これが1位でした。へー、それで次2位、うん、86のマニュアル、うん、はい、86のマニュアルの時ってお尻がちょっと触れたんですよ、うん、お尻がスライドしたっていうことはそこでロスがあった、うん、つまり最高速の伸びに悪影響が出ちゃう、うん、だからここは僕のミスで86のマニュアルが BRZ のマニュアルより遅いんじゃなくって、ただ単に BRZ のマニュアルはお尻触れずに行った、86のマニュアルはお尻振って行っちゃったっていうところで86のマニュアルが負けちゃったと、うん、いうことになりますので、はい、はい、あの車ではなく僕の腕がこういう結果になっちゃったとすいません86ファンの人、はい、ということで次3位はもう残りオートマですけども、はい、3位86のオートマ、お、4位が BRZ のオートマという結果になりましたけども、BRZ と86のオートマの差はほとんどありません。ほぼ同じなんで、これはおそらくこれもまあ最終コーナーので出口が86オートマの方が今度は逆に良かったという結果になったんではないでしょうか、うん、まあ、乗っ取って本当に86なんかクイックに入るなっていう感覚がしたので、うん、で後ろは硬いから86のがお尻が出やすいのかな、同じような感じでいくとそういうふうな、まあ、人の癖にもよるんですけどね、うん、そういう結果にはなりました、はいはい、ただどちらも味付けはそれぞれ本当にいい味付けになってるんじゃないかなと思います。はい、次最試行ラップタイム、これも興味あるところですね。オートマとマニュアルどっちが速かったか、ラップタイムの結果発表。1位86のオートマー、2位が86のマニュアル。86のオートマと86のマニュアル、これねまあまあ差がありました。お、差があったんですか。差がね約、コンマ7秒ぐらい差がありました、うん、でコンマ7秒オートマの方が早かった理由は、86のマニュアルの方がお尻振ってたからです。おお、なるほど。だお尻振るととにかく加速しないんで、まあロスってことですね。ロスですね。オートマの方がそうはならなかった、うんうん、っていう形になります。で3位 BRZ のオートマとマニュアル、これ同タイムでした。おお、だこれは驚きです。あの普通だとマニュアルとオートマって圧倒的マニュアルの方が速いイメージだけど、あ、そうなんだ。そうなんですよ。オートマって結構いろいろロスがあるから、へえ。だからその駆動ロスがあっておまけにそのやっぱオートマだからね、うん、その立ち上がりなんかも加速していかないっていうイメージだけど、これで比較してみてるとオートマもマニュアルもそんなにね差がないんですよ、うん、っていうのがちょっと一部見せます、はいはい、これ赤がマニュアルで青がオートマです。はい、じゃあこれホームストレートの途中からなんですけども、同じポイントからいきますよ。はい、はい、よーいドン、おーっと同じぐらいの速度です。さあ1コーナー飛び込み、これもほぼ一緒。お、若干マニュアルの方が頭速いですね。ところが立ち上がり全然オートマ負けてません。はい、ここのコーナーで、お、若干オートマが速いか。お、立ち上がりどん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 オートマの方が速い。お、ここで並んだっていう感じですね。並んでるよ。だからね、ほとんどオートマもマニュアルも変わんないんですよ、うん、素晴らしいと思いませんか。すごいですね。はい、ということで、まあ実質は
本当に大きな差がない、本当に細かい、まあ、だからラップタイムの1位から3位に関しては若干僕 の, そのちょっと86でマニュアルでお尻出てしくったっていうような感じだから2位になっちゃったっていうところだけど、まあ、実質はほぼ変わらないんではないでしょうか、うん、ただ現行の BRZ とあの発信型 BRZ の大友では随分と変わってきます、うん、その差4秒です。大きいですね。どんなに違うか見てみましょう、はい、で赤い方が新型の BRZ、うん、青い方が現行の BRZ です。はい、はい、じゃあスタートしますよ、はい、よーいドン。はい、ストレートこんなに差がありますね、うん、はい、どんで立ち上がりからまたどん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 差が開きますね、うん、どんどん開いていく、どんどん開いていく、どんどん開いていく、すごい、はい、結果的に4秒5も差が出ました。すごい差、大きな差ですね、はい、実際ちょっとね現行の BRZ はあのタイヤも実は違うんですよ。あれ現行の BRZ は17インチのタイヤ履いてます、うん、で同じミシュランなんですけども、今度の18インチに履かれてるミシュランはまたもっとグリップ力のあるミシュランパイロットスポーツ4が履いてるんで、はい、結構グリップ力がいいんですね、まあ、そこもあるんです。だから車の性能だけじゃなしにタイヤの性能もちょっとあるんで、なるほど、はい、ただ、ハイ超ハイグリップみたいなそんなんじゃないもんですから、うん、結構街乗りにも使えてサーキットも使えてってい う, こう両方あの乗り心地も音も静かでかつ走れるみたいなタイヤを履いてるんで、性能プラスタイヤっていうことで4秒の差が出たという話になるかと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。 BRZ と86ちょっとやっぱりだいぶ乗り味とかこのセッティングが違うんで、うん、それがちょっとまあ体感でも少し分かったかなと、うん、またね両方納車されたらいろいろ違いもっと細かくいろいろサーキット鈴鹿富士美浜モーターランド三河いろいろねちょっと走ってまたカスタムもして足回り変えたりなんやかんややっていきますよ、はい、お楽しみに、お楽しみに。